事前に仮眠ができないと分かっているときに竹さんの準備の仕方をご参考までに教えてほしいです。体力つけます、頑張ります。そうね、あの事前に仮眠ができないっていうのは、例えば生放送がずっと続くとかで移動もあんまりないとかっていうことで仮眠ができないって分かってたら、あのとにかく衣服をちょっと変えるんですけど、俺はあの眠くなりそうだなって思う時の衣服をちょっと変えるんですけど、膝下が出る衣服にして、はい、膝下をあんまり温めないようにするんですけど、これとにかくそれだけなんだけど、あの睡眠はぶっちゃけ短くて次の日が長く起きてたとしてももう大丈夫なんですよ。ぶっちゃけ起きてる時にいくらでも眠くなったのに対処すればいいだけの話なんで、事前に準備して眠くならないみたいなことないんですよ。俺も普通の人と同じように何度も眠くなりますし、だけど眠くなる理由が分かってるんで、眠くなった時にその眠くなった理由から遠ざかるっていうことをしてるので、それはもう本当皆さん本当になんかこういう方法をしてるから眠くならないんですよみたいなことはないんです。眠くなったらそこから遠ざかるっていう方法をいくつも知ってるってことなので、はい、だからまあそうですね、まあ、まずは番組中はとにかくあの眠くなりそうだな今日はと思ったら、あの半端の衣装にしてるっていうことがまず一つと、あとまあ眠くなるのから避けるっていうのは、休憩時間とかにトイレとか行って全力で力んでうわーって叫ぶんですよ、はい、するとアドレナリン出るんで眠さが一気に吹っ飛ぶっていう、はい、そういう方法を取って、いろいろな方法あります、いろんな方法を駆使してます、はい、上げそうだ。